はい、こんにちは、レッドスノームです。今回なんですけども、保証債務の基本的な部分を解説いたします。保証債務っていうのは、普通保証だったり連帯保証、いわゆる保証人、連帯保証人の話になってきます。今回お話しする内容は、普通保証人も連帯保証人も共通する内容となっていきます。まずなんですけど、こちらの図ちょっと見ていただきたいんですが、 A さんが B さんにお金を貸しました。で、 C さんが保証人になりましたと、いった図なんですけれども、まずこの B さん、直接 A さんからお金を借りた張本人ですね。この人を主たる債務者という言い方をします。で、 A と保証契約をした人が保証人になります。で、この保証契約については、書面とかまた電磁的記録によって契約をしないと有効にならないんですね。言い換えると、口頭での契約っていうのはそれは無効です。保証契約はそれは無効になりますんで注意しましょう。電磁的記録で契約するって、例えばどういったものがあるかっていうと、メールで、保証人になりますよ、そういったことを承諾したとか、そういった場合もこれ保証契約有効になりますんで注意をしておきましょう。で、この保証人のこの債務の範囲ですね。保証債務の範囲っていうのは、まず主たる債務、つまり例えば A さんが B さんに対して100万円貸した、で、 C さんが保証人になったというのであれば、主たる債務である100万円、これは保証しないといけません。またその100万円に対する利息だったり違約金とか、そういった主たる債務に付随するもの、すべて保証人は責任を負わないといけません。で、続いて保証債務について違約金等を定めることもできるんですね。これは主たる債務とは別に、この AC 間の間で違約金とか決めることできますよっていう話なんですよ。これはどういうことかというと、 AC 間でもこれ契約してるわけですよ。どういった契約かっていうと、 B さんが主たる債務をちゃんと弁済しない場合は C さんが弁済しますよっていう契約じゃないですか。で、この契約を C さんが守れなかった場合に対する違約金を定めることもできるっていう話なんです。つまりこの AC 間での契約について債務不履行があった場合の違約金を定めることができるという話なんですね。で、違約金等って書いてあるのは、これは損害賠償額の予定とかも含みますよって話です。こっちもそうですね。違約金と損害賠償額の予定って一緒のものなので、それも含みますよってことですね。で、続いて保証人の要件、どういった人が保証人になることができるかというと、2つあって、行為能力者であること、かつ弁済する資力を持っていること、この2つが要件なんですね。つまり制限行為能力者っていうのは保証人になることできません。例えば未成年者だったりとか、成年非後見人だったりとか、こういった人は保証人になることができません。で、また弁済の資力を有する人、つまり B さんが借りたお金を返すことができる人じゃないとダメですよっていう話です。で、続いて保証債務には不従性っていうものと随伴性という2つの性質があるんですね。で、これは抵当権とかでもお話したんですけども、内容は基本的には似たようなものだと考えていただいて大丈夫です。まず1つ目、不従性。不従性っていうのは、主たる債務、ここが無効だった場合、AC 間の契約も無効になりますよと。当然に無効ってことですね。AB 間のこの貸金契約、これが無効の場合は、AC 間の契約ももう当然に無効になっちゃうよっていう話です。で、また、AB 間の契約、貸金契約が取り消しとなった場合、取り消しによって債務がなくなりますよね。債権債務がなくなる。これと同時に、AC 間のこの契約も消滅しますよ。なくなりますよ。つまり、保証人 C さんの債務も消滅しますよっていう話です。これが不従性ですね。で、随伴性っていうのは、債権譲渡などによって債権が別の人に移転した場合、今回 D さんと仮定しましょう。この債権を A さんが D さんに譲渡しましたと。で、譲渡するとどうなるかっていうと、それとともに保証債務も当然に B さんのために移転するよって話なんです。つまりA さんが D さんにこの債権を譲渡しましたってなった場合、D さんが新しい債権者になりますよね。これが D さんに変わりますよってことです。つまり C さんは D さんのために保証債務を負わなければいけないといった話です。
まあ簡単に言ったらこれ A が D に変わるって言っただけですね。で、この場合、保証人の承諾はいりません。つまり債権譲渡があって、債権者が A さんから D さんに変わる場合、C さんの承諾なく、保証契約は DC 間の契約になりますよっていう話です。で、今回の内容は、まあ難しくない内容ですね。もうこのあたりは抵当権の話ともほぼほぼ一緒なので、復習みたいな感じになりますよね。でそうなってくると、こっちだけなんですけども、まあ、こっちもそれほど難しい内容ではないので、まあ何回か動画見ていただいたら、保証債務の基本的な部分、分かっていただけると思います。で、次の動画では、普通保証と連帯保証の違いについて解説しようと思いますんで、ぜひですね、ご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。